はい、皆さんこんにちは。みなです。たかです。エリティブログです。今日はポルシェセンターに行こうと思ってます。でも納車じゃないです。てんてんてん。もう何ヶ月経った？注文をしてから半年ぐらい経ちましたか？そう半年。まだまだ納車されておりません。だから今日はちょっと文句を言いに行きたいと思います。ポルシェセンターの営業の人に。はい、嘘です。私はそういうタイプの人じゃないよ。いや、レナ社長は怖いよ。ゆっくりゆっくり待ちます。ただちょっとポルシェセンターの方に遊びに行きたいと思います。半年ぶりだから営業の人とも喋って、まあ、納車についての情報とかその他もろもろ、いろんな車も入れ替わってると思うので、これからポルシェドライバーになるから、なんかグッズとかもあるかなと思いながらちょっと見たいな。レナ社長全身ポルシェの服着てポルシェの車乗ってたら超ダサいよ。帽子にあの T シャツ、ジャケット、そう、携帯ケース、全部揃えようと思えばできるよ。やばい女になりますよ。ということで今ポルシェセンターまで歩いて向かっておりますが、もうすぐ着くので、ポルシェセンターに歩いていくのがちょっとポルシェで行きたいんですけどっていう。車持ってませんのでとりあえずどれぐらい納車されるかを聞きに行きたいと思います。はい、行きましょう。ポルシェセンター上田、着きましたね。着きました。ポルシェセンター上田店です。おお、パパイヤ色のあれがあるよ。何、911だったっけ。911ですね。まずあれに挨拶した方がいいね。入り口入ってすぐのところにこの色が好き、718テイマンのスカイブルーって感じね。おもちゃの色じゃない。なんか街で走ってたらめっちゃ目立つと思うけどね。もう中がグレーだよ。かっこいい。ベージュじゃないでしょ。グレーじゃない。グレージュ。グレージュ。グレージュ。新しい色。うどうですか。なんかもうめっちゃ速そうエンジンも入ってないし動いてないけどめっちゃ速そうなんかすごいね、この塊感がすごいね。坂に似合うよ。目線もそうだし、この車を即納してもらって即納車で買っちゃいますか。運転席目線こんな感じですよ。こういう感じ。あ、ここはタッチパネルない。めっちゃ速そうじゃない。ないんだね。そう、これはまだボタンが残ってるね。え、新しい何、ケーマンは。ケーマンは今これが新型だから、ああ、まだフルタッチパネルのケーマンはない。これカイエンでしょ。こいつがカイエンですね。前回も紹介したGTS、 めっちゃモーターがでかい、パワフルな形もでかい、これがいいよ。やっぱハイエは大きいね。ね。よいしょ、高っ。大きい。ね、広いね。広い。やっぱり。こっちもタッチパネル。タッチパネルで先進的だし。ああ、そうそうそう。こっちも全部パネルだからね。ああ、そうそうそう。めっちゃかっこいいよ。で、これまたでっかいパネルだよ。全部パネルだよ。GTS って書いてある。これ全部レザーでしょ。このレザーパッケージなんだね、多分ね。ステッチもかっこいいね、赤が入って。いいね。あ、スポーツあれも赤とか。あ、全部青よ。マッチングしてるじゃん。そうそう。いやー、もうなんか何のポルシェに乗っても欲しくなる。ね、何でも欲しい。グッズを見つけたよ。見てみよう。グッズだね。いろいろあるよ。服があるし、これ可愛くない？女性用ポルシェ書いてる。いつ着るの？ランニングとか。そうそうそう、あれだよ、ポルシェが書いてあるからより速く走れるかもしれない。でもこんな感じだよ、アウトドアで。ああ、かっこいいでしょ。これモデルがかっこいいだけで、こういうところもありますよ。キーチェーン。ああ、これが欲しいよ本当に。マグカップとか。おお、このマグカップも大きいし。おお、あれカップリンクがあるよ。あれかっこいいじゃない。根元服がある。あ、でもこれ可愛くない。なんか、ああ、これは可愛いね。ボマージャケットみたいなのもあります。本当だ。まあ、モデルがかっこいいからねという見て、プラモデルというか。いいな、そういうのもあるんだね。ああ、こういうのもあるの、可愛い。子供よ。あ、ラジコンだ。リモートコントロール。じゃあ走るんだ、体感が。これはいい。タンブラーか。タンブラー。お、見て。モデル欲しいの？体感5万円。高いよ。すごいね。まあ、でも成功に作ってるから。いや、ちゃんとやってる。エンブレムがパチッとはまってんだよ。そうそうそう。ペンクで。かっこいいよ。インクじゃなくて。
うん、これさっきのパーカーだよ。オレンジパーカー。これあれじゃない、パパイヤ。あ、本当さっき外に貼った T シャツのと同じパパイヤ。自分の車にパートナルック。こういうのもあるよ、普通にジャージみたいなね、ちょっと着やすそうな。ターボ。見てください、社長サングラスあるけど、ティアドロップ型のサングラスもあります。タカ、あのちょっとお知らせですけど、このサングラスはタカに似合わない。確かにこの形日本人似合わないよね。残念ながら見て、はい、このレプリカ欲しいの。可愛くない、タイカのこのブルーのおもちゃ。2万円ぐらいでこれぐらいのレプリカ買える。あとちっちゃいこのケイマンとか911とかのこれぐらいのサイズだったらいいよ。1万円ぐらいでこれぐらいのミニカーみたいな。めっちゃ面白いのあるよ、 USB でこれ。え、鍵だと思ってたよ。これポコッて開いたら USB の端子が出てくるんじゃない。でもこれを鍵の隣にあるとどっちがどっちってなんだよ。パズルとかもあるよ。パズルはいい。立体的に作るってすごくない。この911の、いや、それはないでしょ。これ 3D パズルだよ。あ、そうなの。うん、外にはマカンも置いてありますね。前回こっちに来た時にマカンなかったでしょ。いろんな車のある種類を紹介してたけど、ね、マカンは紹介してなかった。マカンっていうのはちっちゃめの SUV ですね。ポルシェマカン、こちら色が可愛い。めっちゃ可愛らしいね、このブルーね。このライトもめっちゃかっこよくない。一本線の消えちゃった。座り心地いいな。おお、すごいかっこいい。タッチパネルになってるもんね、ここのセンターが。 なってるっぽい。ボタンがないからなってるっぽいけど何も見えないよ。ただの黒黒黒って。うーん、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 よいしょ。意外と高いよ、今気づいたけど。 SUV だからね。やっぱり私はこれが欲しいよ、911。このパパイヤの色のパパイヤオレンジ。うん、今これ多分試乗車になってるから、また今度お願いをして試乗させてもらうのもいいんじゃない。買ってくれる。買ってあげない。だろうね。めっちゃ可愛い車見つけましたよ。これ初めて見た。ポルシェって書いてあるけど、え、何年前の車。レザーストラップだよ。すごいね。車でレザーストラップで締めるのが初めて見たよ。大丈夫。レトロカーって感じだね。ドライブテイストボーイ。うわ、かわいい。なんかもう漫画の世界に出てくるような感じだね。あれ、中を見るとめっちゃいいな、これ。タイヤとかも超かわいいよ。もうなんか沈み込んでる感じ。うん、あ、でも後ろはなんかさ、911っぽいなんか風貌がちょっとあるね。ポルシェ1600。マフラーの2本出しですよ、一応日本だしだけど。なんかゴーカートの車、ゴーカートで出てくる感じの車っていう雰囲気がある。なんか色も可愛いね。私には好きな色だよ。ちょっと暗いブルー。あ、書いてあるわ。ちょっと読めない、2人ともポルシェに詳しくないからモデル名が分かんないけど、このモデル名分かる方はコメント欄で教えてください。これいつ発売したの、何年。はい、出てきました。もう辺りは真っ暗になっちゃいましたね。長い時間を過ごしたよ。いろいろ営業の担当者の方とお話しさせてもらって、だいたい納車の目処が立ちました。お伝えしますと、ゴールデンウィーク明けぐらいに納車ができると思いますと。営業の担当者の方もすごく申し訳なさそうにお話しくださいましたけど、まあ、営業の担当者が悪いわけではないので、ドイツ本国の生産が遅れてるだけなので、まあでも目処が立ったので一安心しました。納車のタイミングでまた動画を撮りたいと思いますので、ぜひチャンネル登録をして皆さんも楽しみにしていてください。あのコメントでいろいろ納車まだですかとかいろいろねもらいますけど、もう少しお待ちください。それまでまだちょっと何の車になるかをちょっと想像してみてください。そうですね。ということで暗くもなってきたので、この動画終わりましょうか、はい、楽しかったならいいねボタン押してください。チャンネル登録もよろしくお願いします。また次の動画で会いましょうね。バイバーイ。